Peggy 16. こんにちは。ファイナルファンタジー13-2プロデューサー北瀬です。ディレクターの鳥山です。今年初めにファイナルファンタジー13-2のアナウンストレーラーをお見せし、皆さんにおなじみのキャラクターが再度登場することをお伝えできたことは非常に嬉しかったです。In this realm, beyond time, my life. あらゆる点において可能な限りファイナルファンタジー13を進化させたくて、いくつか大きな変更を施しました。ライトニングをもう一度登場させることができてとても嬉しく思っています。彼女は皆さんがかつて見たことのない姿で帰ってきます。ライトニングは新しい鎧と新しい剣を携え、彼女が今までに対峙した誰よりも強い新たな敵に出会います。今後数ヶ月の間に大きな情報をいくつもお伝えしていく予定なので、キャラクターについてもその際に、お伝えしていきたいと思っています。ご期待ください。Time flows without pause。こちらは今年の E3 用に用意したトレーラーになります。この羽は物語の中で重要な役割を担う女神エトロを象徴しています。Truth still survives, but only you remember it。ノエルという新キャラクターをこの時初めて紹介しました。このトレーラーでは実際のゲームプレイをお見せし、前作の FF13 からいかに進化しているかという点を皆様に紹介することが最も大事であると思っていました。 Who are you? No, no Chris. My friend's buried here. She died running from the purge. This is her grave. What is that? Look out! No, what is it you want? A future where everyone lives.本作は多くの探索要素を備えたプレイヤードリブンなゲームとなっています。新たにパズル要素なども加え、バトルもさらにやりごたえのあるものになっています。プレイヤーはモンスターを仲間にできます。モンスターは150種類以上に、プレイヤーが自由に成長させることができます。バトル中のエキサイティングな瞬間に単純にカットシーンを見せる代わりに、プレイヤーのインタラクションを要求するシネマティックアクションというイベントを加えました。ご覧の通り、ライトニングはプレイヤブルキャラクターで非常に強力なキャラとしてスタートします。前作にも登場したライトニングの召喚獣であるオーディンに乗っているのがお分かりになると思います。今後もさらなる情報を公開していきますので、店頭に並ぶ日を楽しみに お待ちください。ファイナルファンタジー13-2は2012年の早い段階で発売される予定です。